千代田区立番長小学校は、東京都千代田区六番町にある公立小学校。本校では、現在の番長小学校の前身である番長小学校についても述べる。1993年4月1日、東京都千代田区立千代田番長小学校を含む前、8学の千代田区立小学校が、千代田区の学校設置条例に基づき新設となる。 1994年1月1日、学校設置条例の改正に伴い、東京都千代田区立番長小学校と改名される。2011年に、当時の皇太子殿下を招き東日本大地震の影響で、福島県から避難している児童を交えて、旧番長小学校時代を含むの創立140周年として、式典が挙行された。1871年創立。 学生発布以前に設立された伝統校、東京府小学6校のうち、1870年6月13日に、市ヶ谷八万町の道雲寺境内に設けられた小学第2校が番町小学校の前身にあたる。翌1871年12月4日、文部省直轄の小学第2校と解消された時が、創立記念日になっている。太平洋戦争前には、 不律一中や不律四中、講師付属中などの上級学校への進学率が高い学校であった。敗戦後の1947年4月1日、学校教育法の施行に伴い、現在の公明に解消された。以来、本校経由工事町中学校日比谷高校、東京大学と進学することが日本のエリートの代名詞となった。現在も、重げゆ 麹町小などとともに名門小学校として知られ、小学校53野とくくられることもある。かつては都立日比谷校はじめ、第一学区の都立高等学校への進学を、念頭に学区外からの越境通学者は後を絶たず、膨大な数に膨れ上がった。今日においても麹町中学はじめ、名門公立中学への進学者のほか、 中学受験での難関校への進学者も多く、越境通学者数も多分に漏れない。創立80周年には昭和天皇、創立90周年には皇太子、創立100周年には昭和天皇、皇后夫妻、創立110周年には皇太子、皇太子被夫妻、創立120周年には皇太子を迎えて、創立記念式典は挙行された。 番長小学校には、千代田区立番長幼稚園が併設されている。東京都教育委員会、平成30年度東京都公立学校一覧、東京都教育委員会ホームページ、東京都教育委員会ホームページ、2018年10月30日閲覧、区立学校設置条例の一部改正を行い、4月から、 新たな学校として後校8年が発足しました。東京都教育委員会、令和元年度公立学校統計調査報告書、統計表、2019年10月24日、2019年11月12日閲覧、東北地方太平洋、沖地震写真特集地与学立番長小学校の創立140周年記念式典に出席し、 福島県から避難している児童と話される、皇太子様、時事通信者、小学第1校は、ともえ学校、第3校は、吉井学校、第4校は、湯島学校、第5校は、育英学校、第6校は、深川学校である、日本の名門高校ベスト100公立高校編、日比谷高校朝日新聞社、小さいおうち、中島京子著文芸春秋2010、 P93 総理の奪安倍晋三の隠された原風景七尾和明著総古都社2007 P61 P63 日本の母子関係その心理的な問題鶴弘市著例名書房1958 P43 正式な100周年記念日は1971年12月4日であったが新校舎建設中のため翌年5月10日に挙行 ありがとうございます。